時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。そして毎回語られる人生好転ストーリーが皆様の生き方のヒントにつながることを願い、放送をお届けしております。この番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたします。それでは早速今回のゲストさんをご紹介してまいりましょう。本日はナリスビューティーアドバイザー販売所長の山平京子さんにお越しいただきました。京子さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、打ち合わせからすごく盛り上がって、まあ話が途切れないかもしれないっていうことだったので、はい、はい、今日は楽しんでまいりましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。京子さんとは以前僕の番組に出演いただいた下屋、はい、下川浩二さんの講演会とかセミナーで知り合って、はい、同じ下ファミということでね、はい、仲良くさせてもらってるんですけど、はい、結構長いですよね。そうですね。どれぐらいなんですか。 7、8 年もうちょっとなるのかな、うん、なりますね。もう10年ぐらいありますね、うん、やっぱりね、そんな頻繁にはお会いしないんですけど、うん、ね、1年に1回とか2回、一緒にドライブして、ね、飲みに行ったりとか、はい、すごく楽しく、はい、過ごさせていただいてるんですけど、はい、山平さんが現在されてるお仕事が、はい、何なのかも含めて、はい、ちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、皆さんこんばんは、私の、はい、お仕事は、美容関係のお仕事をしていることと、今ヨガフラビューティーというものを立ち上げて、やっています。はい、はい、ですか。いや全然大丈夫ですよ。短すぎ。端的で、はい、ヨガフラビューティーもね、去年ね、はい、なんだろう、ビーチパーティーで飲み会の時にふって出てね、はいはい、くっつけたらいけるんじゃないみたいな感じで、はい、そこからコンテンツを作ってって、はい、すごい勢いで今全国ね、大阪とか、はい、関東の方も行かれました。まだ行ってないです。あ、大阪の、はい、関西の方ですね、はい、ですごい今流行ってきてる、コンテンツなんですけど、はい、今ねやっぱり山平さんっていうとナリスの、まあ、沖縄県でもトップの方っていうことで、すごい、多くの女性の力になってる方でもあるんですが、今のご活躍、はい、まあ、活動の、はい、まあ、きっかけになった、はい、転換期ってどこにあると思います？はい、はい、私もともと主人の、まあ、転勤族だったんですけれども、はい、新潟にいる時は、うん、ビーズとかお花をお家でなんかちょっと遊び感覚で教えてたんですけれども、うんうん、教室みたいな感じの先生、はい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 、それで、まあ、娘が、病気をしまして、はいはい、そこで、ちょっとお金が必要になり、うん、はい、そこで、まあ、本格的にちゃんと働かなきゃいけないことになったんですけれども、うん、まあ、入退院を繰り返していたので、うん、なかなか、まあ、普通に働くっていうことができず、うん、まあ、訪問販売っていう形のものしかできないなっていうところで、うん、ナリス化粧品の、うん、お仕事に出会ったというか、うん、はい、で私本当に肌がボロボロだったんですよ、はい、シミと、もうなんか小吹き芋状態で小吹き芋、はい、もう皮がむけてるっていう、もう全然本当にね、今からじゃ想像できないですね。そうなんですよ。それで生徒さんに、はい、無理やり連れて行かれたんですね、うん、ナリスの、はいはいはい、エステに、うん、まあ、2人で来たらいいよみたいな感じの特典があったみたいで、うん、はい、そこで、あ、この化粧品だったら、まあ、肌が変わるんじゃないかっていう、うん、まあ、期待とともに、はい、なんか半年間自分だけでいいっていう感じで続けてたんですけど、はい、うん、はい、そこで、まあ、素敵な方とも出会い、うん、なんか素敵なグループだったんですね、うん、
なのでここなら、まあ、やっていけるかもっていう感じで飛び込んだんですね、うん、この訪問販売のお仕事って、はい、結構なんだろうハードル高く感じる女性って多いと思うんですけど、うんはい、最初から全然その辺は、うん、大丈夫だったんですか。それが大嫌いな仕事だったんです、うん、そうなんです、はいうんはい、どっちかってね、まあ、そう控えめな感じするじゃないですか山平さんってね、うん、そうなんですよね、うん、なんか子供がね病気だと、うん、結構健康食品をすごく勧められていて、うん、それでなんかもう本当に嫌だったんですね、はいはい、なんか押し付けられてるような感じですか。そうですね、向こうはもちろん親切で言ってくれたんですけど、うん、その頃の私は本当に受け取れないんですよね、うん、それそのなんていうのは、うん、ありがたい言葉も全部もうほっといてみたいな感じで締めちゃってるんですね、心の心を締めてる、うん、そんな感じ でそれを、うんとうん、その心の壁っていうか扉を開けて、はい、やっぱりそこの道に進もうと思った、うん、周りの方が温かかったってことでおっしゃってたんですけど、はいはい、やっぱりその人との関わりっていうのはやっぱ大きいですよね、うんうん、そうですね、うん、でやっぱり何ですかね、娘さんが、はい、ご病気の時って自宅にいるとすごく、はいはい、なんだろう重い感じで苦しんでいらっしゃったと思うんですけど、はい、働き始めてどんなでした、うん、働き始めて、うん、本当にもう自分に集中するので、はい、そして、まあ、本当にお手入れとかもして肌も変わって、うんうん、どんどんなんていうの内側も外側も輝いていくんですね、うん、そしたら本当に家族が笑顔になってくるし、で娘もお家にいるんだけど、うん、下の韓国の方と仲良くなって、はい、すごいなん病状も良くなっていって積極性が出てきたってことですか。そうですね、うん、韓国語も覚えたりして、はい、すごく仲良くさせてもらって、私が家にいたら多分そんな出会いもなかったと思うんですけど、外に出るってまずね、うん、子供さんもなかったかもしれないですね、うん、そうなんですね。これお母さんが変わると子供さんも積極的になるっていう、これ何なんですかね。やっぱお母さんが明るくなると本当に家庭も明るくなって、うんうん、やっぱり何ですかね、なんか本当に実体験としてはでもそういう風に変わっていった、うん、変わっていきました。でも考えてみたら、うん、子供さんが病気の時って、うん、家族、まあ、特にお母さんに負担をかけてるっていう罪悪感、うん、多分持ってると思うんですね、うんうんはいはい、だけどお母さんがその自分の病気とか症状に関係なく、うん、関係なくって言ったらすごいケアしてくれてはいるんだけど、輝いてるっていうと、うん、自分のせいでお母さんがボロボロになっていってるんじゃない、うんうん、でそれどころかどんどん輝いてるっていうところを見るだけで、うん、責任を自分に向けないだけでも子供ってすごく、うん、違いますね、うん、結果としても大きいと思うんですよね。でもそれで積極性、今、うん、その当時ってあれですか、娘さんっておいくつぐらいだったんですか、この韓国語を勉強するっていうと。ね、その時が、中学生です、ね、中学生ぐらい、はい、あ、じゃあ言葉にも関心持ってすごいあれですね、多感な時にそれをね、うん、変化を見られたってすごく大きいですね、うん、そうですね。で実際に働いてみてどうでした、うん、働いてみて、うん、もうその時は、うん、本当に初めはもうなんていうのかな、言われたことをもうする、うん、一生懸命するだけっていう感じで、はい、本当一人の人をきれいにしていくっていう、うん、まあ、地道に、はいはい、うん、それを見ていて、なんか一緒に働きたいっていう人も、うん、まあ、出てきて、うん、なんかグループを作っていったっていう感じなんですね。お、うん、あ、じゃあそのなんだろう、あんまり好きじゃない職種だったんだけど、うん、実際始めてみたらすごくいい人ばっかりが多くて、うん、 そうですね、で、はい、そこで、仕事もどんどん広がっていって、うん、子供さんの、状況もどんどん良くなっていって、うん、でこの転勤先の新潟での、はい、やっぱり自分の立ち位置っていうのが確立していくじゃないですか、はい、でこれ沖縄に来られたっていうのは何のきっかけだったんですか。主人の転勤で来たんですけれども、はい、はいはい、そうです。
ああご主人の転勤ですね、はい、あじゃあ、はい、寂しかったですね。だけど、うん、あのそうです、あの子供のためにあのほら暖かいところがいいと思って望んではいたんですって。あ、はいはい、ずっと望んでたんです。あ、うん、じゃあその暖かいところに来れる、まあ、ご主人の転勤をきっかけで来れるきっかけがあったと、はいはい、あで来られてからもいろいろ、まあ一からまた出直すことになると思うんですけど、うん、やっぱりあのリスタートっていうか、うん、再構築するときにやっぱりいろんなストーリーがあると思うんですけど、うん、一旦ここで CM 入れさせてもらって、はい、後半で沖縄に来てからのお話を聞かせていただきます、はい、一旦 CM です。民泊運営できなくなったお部屋の集客、空室対策でお困りの物件オーナー様に朗報です。今あるお部屋を家具・家電付きのマンスリー物件として活用するために集客のお手伝いをいたします。詳しくは短期賃貸 .com で検索。あなたの広告、町中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは934-1111クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッサイビンド、長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半では山平さんが、ナリスに、出会って、そこで、まあ、チームというかグループの中でも自分の立ち位置を、確立して、子どもさんの病状もだんだん良くなってきた。でそのタイミングで、ご主人の転勤をきっかけに沖縄に来られることになったっていうことをお話聞きましたけど、沖縄に来られてどうでした、はい、最初同じまた仕事でされてたんですか？はい、で沖縄に来て、うん、ずっと、うん、まあまあ、会社もそうだし、うん、私の上の、ね、うん、先輩たちも、うん、まあ、遊びなさいって、うん、いう感じだったので。遊びなさい、はい、旅行行ったり、はい、海外行ったり、うん、なんかできなかったことを、はい、して、はい、多分半年ぐらいはそんな感じでいいよみたいな感じだったんです。これ沖縄の上司の方が遊びなさいって言ってたんですか？あ、そうですね、会社の人が、はい、まあ、会社、ね、会社、会社、あ、まあ、うん、グループの人たちですね、はい、うん、すぐはね知り合いもいないと思うのでっていう感じで、うん、で息子が野球をやっていたので、はい、そこでちょっとシミがすごい人がいて、その人がなんかまあ、お肌綺麗だけどどういう風にしてるの、うん、っていうことを聞かれて、はい、そこからがスタートになってます、仕事の、はいはい、それまではじゃあ、息子さんの、まあ、野球でした、はい、の応援行ったりとか自分が好きなことをまずやってたと、はい、面白いですね。でもね、仕事で転勤してきてまず遊びなさいっていうの、はい山下さんなんかあれですか、ね、暗かったんですか？まあ、あれですね、会社は遊びなさいって言ってないかもしれないですけどの私のそう先輩たちがもう好きなことやって半年後ぐらいから、まあ、再会したらいいよみたいな大きなこのなんていうの器の中に、はいはい、入れてもらって、うでもなんかいろんななんていうのかな、私すごい人に恵まれていて、うんうんうん、で沖縄に住んでる方たちもいたんですね、うん、仲良くさせてもらってる人がいて、はいはいはい、まあ、無理やりいろんなところに連れてかれて、うん、出会いがあったりとかなんかやらざるを得ないみたいな感じにいやいや言ったみたいな感じカルチャースクールのビーズの講師をやりなさいみたいな感じで教えてたので、なんか何にもしないで、まあ、家でいるのはみたいな。でも別に家でなんていうのかな、すごい
ニュードラマ見たりとか、はい、楽しみ方は楽しんでたんですよ別に引きこもってたわけじゃないんだけどまあね周りから見ると引きこもってるように見えたと。そうですね、そうなんです。でも趣味でもなんか、うん、まあ、趣味からスタートして教室で教えられるものが多いっていうのは、うん、やっぱり外に出る機会って増えるんでいいですね、うん、でもそれをアドバイスとして、はい、ここやったらとかって引っ張り出してくれる方がいたっていうのは大きいですね。で実際に好きなことというか自分が今できること、うん、仕事以外の楽しみ方をしていくうちに、はい、何されてるんですか、どういうケアされてるんですかっていう言葉掛けをいただいて、そこから仕事をやっていったと、はい、ね、今も、はい、山平さんの下っていうか、うん、ね、はい、についてる方って何名ぐらいなんですか。かなりいらっしゃいますよね。そうですね、はい、ありがたいことたくさんいます言えないぐらいいらっしゃるんです ね、はい、ね、すごいね、はい、それだけ山平さんの行動とか、あり方生き方に憧れてやっぱり入ってきた方も多いと思うんですね。で実際に山平さんの場合押し付けるような形ってあんまりないじゃないですか、うん、ほとんどなくて、はい、まずご自身が楽しんでるっていうことなんですけど、うん、実際にそれ上の方から言われて、はい、うん、やってみてどうでした。うん、まず楽しむところから入ってみて、美容のお仕事ですか。はい、うん、本当になんていうのかな、女性がこうキラキラしていく姿を見るのが、うん、私自身もすごいなんかもう楽しいんですよね。うん、人がキラキラしていくのが楽しい、はい、楽しいですね、それをまた本人も楽しくなるじゃないですか。それをなんか本当に伝えていくっていうシンプルなことを続けていっているの で、で誰でもなんていうのかな、できるというか、うん、自分が体験したことを伝えていくっていう、うん、そんな感じなので、うん、なんかだからまあグループも増えていったし、はい、うん、なんかうまく言えないですけどでも僕もね、何名か山平さんのグループの、ね、女性と、うん、お茶したりとか、まあ、一緒に、いさせてもらう機会が以前あったんですけど、みんなあったかいですよね、優しい感じで ね、僕のイメージでは化粧品とかその美容系の方って結構イケイケな感じのイメージ持ってたんですけど、どちらかっていうと控えめで、自分が前に出るよりもどどどどって後ろに引っ込んでいくような感じの方で、奥ゆかしい感じの方がすごく多くて、それは山平さんもそういう風な感じをね持ってらっしゃるんですけど、実際に沖縄来てやったことってどんなことあります？イベントとか、はい、そうですね、まあ、ご自身の、うんうんうん、趣味も含めてですね、イベントって何ですか。会社のイベントですか。会社のイベントもあるし、うん、自分自身でなんかビューティーイベントとかもやりましたね。どんなことされてたんですか。はい、いろんな異業種の方を呼んで、はい、まあ、コラボイベントみたいなのを結構ね、9年前とかだから、うん、なかなかそういうのまだなかった頃だったんですよ。はい、はい、それもねすごい楽しかったですね。結構大きめのイベントなんですか。そうですね、うん、結構何百人も来ていただいて。そうなんですか、はい、大きいですね、うん、あ、そうそうか、以前お会いした幸四郎さんでしたっけ。幸四郎さんも来てゲストで来てもらって、あの方も素敵ですもんね、はい、筆文字でメッセージを書かれる、その時 の、はい、イベントなんですね。はい、そうです。で沖縄に来られて、もう何もない状態、まあ、自分が一番下、下って言ったらおかしいですけど、はい、スタッフっていうか、その関わりからどんどん広がっていって行く上で、みんなからやっぱり支えてもらう、みんながね、やっていく、なんかポイントって何かあります？そうですね、まあ、その人の一番なんかできることを伸ばすっていうのが、まあ、私のスタイル、はいはい、なんかやっぱ得意なものがいろいろ違うじゃないですか、うんうん、で
より付け商品はいろんな資格が取れるんですね。あ、そうなんですね、はいはい、なのであのビューティータッチラスピーだったり、うん、まあ、ネイルだったりとか、はい、ボディだったり、あのその人が、まあ、やりたいことを伸ばしていくっていう、うん、でみんな働きながらやってる方もいるし、はい、だからあのさっき下の方ね、うん、メンバー何人いますかっていうのがいろんな形があるんですね。あ、うん、なのですごく人数難しくって、あ、なるほど、はい、なんていうのかな、自分の分だけっていうね、うん、稼げればいいっていう人もいるし、うん、たくさん稼ぎたい人もいるし、うん、そこにも合わせていって提案できるっていう、うんうん、なのでたくさんね、うんうん、いるのかなみたいなそうなんですよ。あ、でも、うん、自分の進みたい、やっぱりあの生きていく上で、うん、経済、まあ、お金っていうのは大事だから、はい、まずそこを自立したいっていう女性も、うん、応援できるし、はい、自分が自分らしく、うん、輝きたい、はい、まあ、そこに立ち戻りたいっていう人も応援できるっていうのはすごく大きいですね、うん、はい、山井さんが人と接するときに大事にされてることって何かあります？やっぱり、まあ、例えばお客さんであれば、お客さんであれば、はい、まずは聞くっていうこと、はあ、はい、もう話を聞く、うん、確かに聞き上手ですよね。なんか喋れないんですよラジオどうしようみたいな確かにラジオで聞きっぱなしなんで、ゲストで黙りっぱなしってないですからねそう聞くポイントって何かあるんですかね。聞くポイント、うん、なんだろう、この言葉 の、うん、なんていうの、音だったり、はい、なんかなるべく深いところを聞くようにしてますね、はいはいはい、うん、確かに人の例えば、クライアントさん、まあ、山平さんが特に会う方っていうのは、うん、美容とか、はい、体の、表が多分入り口だと思うんですけど、うん、その方が持ってる悩みっていうのは、うん、実は表ではなくて、うん、内側にあるっていうのが、はい、多分、ね、大きいですよね、うん、でその、内側の何が引っかかってるのかっていうのを聞き出していって、うん、それを外で表現していくところにやっていくことで、うんうん、またリターンで内側を変えていくっていうところだと思うんですけど、うん、聞くこと以外で、はい、じゃあ他になんか大切にしてることってあります？お客様、はい、そうですね、やっぱり、うん、私たちの仕事をやっぱ綺麗にするっていうのがね、うんうんうん、ポイントだとは思っているんですよね、うんうん、なので、まあ、いかに、うん、その人に合った美容法を提案できるか、うん、まあ、例えば忙しい人にこれだけやりなさいって言ってもできないじゃないですか、うん、なのでできることから一つずつ、うんうん、なるほど、うん、なんかボーンって与えられてもなんかもううわーっていっぱいいっぱいになっちゃいますからね、うんうん、その状況を見ながらその人にとってベストを選択して提案していくって、はいはい、で実際に沖縄来て、うん、で山下さんもそういう活躍していって、うん、子供さんってやっぱりどうなりました？あ、はい、子供がもう、うん、娘2人は留学したりとか、はい、うん、あと今上の子も無事結婚して、はいはいはい、元気に、うわー、いいですね、はい、過ごしてます。すごい、はい、ね、やっぱりお母さんが輝くことで家族もそうですね、自分のやりたいことを見つけて輝いていく、はい、なんかね、山井さんの話を聞いてると、うん、もっともっと深く突っ込んで聞きたいんですけど時間がそろそろ迫ってきてるので、はい、この続き、ね、はい、また違う機会で、はい、ビハインドストーリーということで別枠で撮らせていただいているので、はい、そこでね、また、はい、ヨガフラビューティーの話なんかも ねまだしてないみたいなそこまた聞かせていただけたらと思います。はい、はい、本日のゲストはナリスビューティーアドバイザー販売所長の山平京子さんにお越しいただきました。京子さんのこれからのご活躍を応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、本日のゲスト山平さんのお話はいかがでしたでしょうか。本日の放送内容を再度
聞きになりたいという方はまた本人とつながりたいと思った場合は YouTube 専用チャンネルに今回の放送内容と一緒に、概要欄に、山平さんに関する、リンクをアップしておきますので繁栄軍師で検索されてください。この番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたしました。来週も素敵なゲストさんと一緒にお会いしましょう。さようなら。